道県は、アスカ時代の僧侶、高栗からのト来人、和国へやってきた年代、事情や経緯などは分かっていない。日本初期末期第27によると、天智天皇元年4月にネズミが馬の絵ので出産するという事件が起きた。道県はこれを占い、北国の人、南国につかむとす、毛出し甲来破れて、日本に属か、無か、と言ったという。 これは、子が馬に属したという意味で、駒が滅亡して、日本を頼るという解釈であるらしい。その前年、西明天皇七年十二月にも、以下のようなことを述べている。春秋の志というは、まさに後来に起これり。思考してまず、くだらに声えしめむとす。くだら、金をかさるることは,なはだしくして、苦急部。ゆえ、四海太い不役。 宇治谷武史、初期の資料の一つに、彼の表したとされる、日本予期があり、最明天皇6年7月上、同7年4月上、同11月上、天智天皇8年10月上に引用されており、上記の資料や、藤子家伝の本文にも一文が用いられていると、言われている。その記述には、新移説の影響が見られ、当時の日本の対外関係などを衝述しており、 くだらの滅亡の事情や藤原鎌足たりの皇居の様子なども記されている。ありがとうございます。